はい、おはようございます。フォルテです。今日はピアニストの日常ということでスーツを作りに来ました、ね、まだ僕はあんまりスーツ作ってないんですけども、これからコンサートのために、まあ、ちょっとね、僕にぴったりと合った衣装を作っていきたいなと思ってます。でね、今までここではね、あのジーンズのスーツとかタキシードとか、あとはベージュのスーツとかを作りました。で、今回作ろうと思ってるスーツはちょっとね、まだ悩んでます。で、4月22日にあるコンサートのために新たなスーツをこの前ここで注文したばっかりで、その今後のコンサートのためのスーツを今回作っていきたいと思ってます。ですので、まだ皆さんに見せてはない新しい衣装が4月22日のコンサートで、下ろすということになっております。で、4月22日のために作ったコンサートもすごいかっこいいですよね。かっこいいです。ああ、言わせていただきました。かっこいいんですよね。ちょっとね、今日も新しく作っていきましょう。ではね、その様子をせっかくだったらね、まあ日常ですので撮っていきたいなと思います。はい、お願いします。はい、というわけでね、いつもね、作る際にお世話になってる方です。はい、あ、ローズハウスの赤尾と申します。はい、お願いいたします。お願いします。今日はですね、まあ、どんなの行こうかなちょっと悩んでるんですけど、はい、ちょっとなんか今まではちょっと違った感じのちょっと新しい刺激を。そうですね、はい、ちょっとこうステージ映えするような、はい、ぜひ、はい、まあ、タキシードをね、はい、違うのを提案させていただきたいなとは思うんですけれども、はい、こんな白とかグレーとか。ああ、いいですね、うん、いやちょっと結構でもかっちょいいですね、うん、派手ですね。攻めたものを。攻めてますね、はい。じゃあちょっと早速、じゃあこの2パターンでちょっと今回イメージでどっちにするか決めていきたいなと思います。でね、僕がまだ結構悩んでるのがこういう感じの、ちょっとね、黒ではないんですけども、なんか紺ベースでなんかここら辺が黒っていうね、ちょっと結構シックな感じもいいかなと思ってるんですけども、まあ黒のタキシードを最近作ってあんまりまだね着れてないから、まあこれはちょっとおいおいっていうことで、でまあ、これもちょっとね、チェック僕まだもしかしたら似合わない可能性があるのでちょっと置いといて、今回ちょっと無地の、まあ、白かグレーでちょっとね攻めていきたいなと思います。で、以前僕が作ったジーンズのスーツが、まあ、これとはちょっとまた違うんですけども、この感じのねイメージで作りましたよね。はい。で、まあ、これはね、僕岡山なんですけども、岡山のデニムです。まあ、デニムスーツっていうねものです。あれもね、結構パツリを買った時にそのしっかりとするためにそのねスーツを着たりとか、まあ、ちょっとカジュアルめなんですけども、すごいシックなスーツを作りました。いや、楽しみですね皆さん。でね、実は感じの白っていうだけであって、あれを作るわけではなく、こっから生地を選んでいくっていう段階で、これは一応ねイメージということで、まあこの中に自分の合う生地をこれから作っていきたいなと思ってます。今ちょっとかっこいいなと思ったねタキシードがあったんですけど、これデニムのちょっとね変わったカラーで明るいですね、だいぶ。これもちょっと検討に、ちょっとこの感じのイメージもちょっとね悩んでいきたいなと思います。たっくんもね、今日はちょっとね一緒に選びに来てくれました。たっくん、たっくん、たっくん、じゃちょっとね、まあ白のどの感じの白にするかまだ決まってはないんですけど、ちっちゃかった。そうですね、ちょっとちっちゃいです。まあイメージはなんかちょっとなんかいい感じですね。でも僕これ多分襟が黒の方が好きかもしれないですね、イメージとしては。紺のタキシードのイメージです、こんな感じ。ちょっとこれもまだちっちゃいかな。まあ、これもでもかっこいいですね、かなりこの系統のイメージもね。ちょっとこういうのはちょっとね僕には多分まだ合わないんかな。ちょっと可愛い系の男子が着る感じですよね。そうですね、ちょっとゴリゴリが着てます。これはちょっとケイちゃんとか着せる。かわいいですね。でもちょっと変わってて襟がないです。ほんとだ、襟ないわ。襟がなかったら結構印象変わりますね。変わります。よくブライダルなんかでも使用されます。今回はちょっと白ベースでちょっととりあえず進めていきたいなと思います。また作るとき1つ目の悩みとしては、この丸い襟っていうんですかね、これは。はい、ショールカラー、こういう襟にするか、このいわゆるトゲトゲチックなかっちょい、はい、
例えばこれ白で黒にやってたらここはすごい目立つってことですもんね。目立ちます。どうしようかな、迷いますね。以前作ったのがこっち系でしたっけ。そうです、襟はそちらの襟で、あの前の合わせは普通の一つボタンなんですけれども、はい、じゃあ今回は丸にしてみようかなそんな感じで決めていきます。冬になったらね、こういうのもね、いいなと思うんですけどね、これから待ってるのは夏なのでね、とりあえず夏に向けたファッションでいきたいなと思います、はい、でもいいですね、これ多分ステージ上ですごい映えると思います。でもめちゃくちゃ暑いかもしれない。白にするならこういう系で、柄ありますけど、あの柄もあっても綺麗やな、柄系も綺麗やな、これすごい。こういうベージュはあの以前見ていただいた、以前この前のオンラインコンサートで着たやつです。イメージがね、そう、いろいろあるな。というわけでね、ちょっとまあイメージはタキシードでいきたいなと思います。ちょっとあの塩ビ服とかも考えたんですけど、ちょっとなんかやっぱ足長効果を考えた時にやっぱね、タキシードで行った方が多分足は長く見えるかなっていうので、はい、じゃあちょっと次いきたい。ちょっと迷ってた結果、一つボタンでいきたいなと思います。こっちだとね、中のそのジャケットとかベストとか、まあ、シャツとかがちょっとあんま見えないので、せっかくだったらちょっと一つボタンでいきます。次は何を決めましょうか。はい、次は、襟は、襟はちょっとね丸でいきたいなと思います。はい、で白でいきたいと思います。あの黒じゃなくて白です、はい、はい、あんま分かってないですね僕はで、本当の正式でいくと後ろの割れ目っていうのは、はい、なし、はい、っていうのが正式なんですけども、着やすさを求めればこういうふうにセンターに一つ割れ目があった方が着やすいので、演奏されるっていうことなんで割った方がいいかなと。じゃあ割っちゃいます。はい、着々と進んでます。ベストを何色にするか、まあもちろん白にはしようかなと思ってるんですけど、プラス1個衣装替えの時にね、なんかできたらいいなっていうのでちょっと今話してました。で一応白のくらみボタンでボタンでいきたいなと思います。いろいろ作りました。でもコンサートはね、またコロナの猛威によってどうなるかわからないんですけども、いつでもコンサートできる準備はしてます。ピアノだけでなくファッションまで見てください皆さん、このピカピカわかりますか、ね、ラメ、このラメが入ってるんですけどね、はい、こういうのもねいつか作りたいですね。ほらわかる、みんなやばくない、かっこいい、これ着てね舞台でピアノ弾いとったらね、もう超目立つ、まあ楽しみです。はい、というわけでね、一旦素敵なスーツが出来上がりそうなので、ちょっとねあとは、まあ、お支払いとかも頑張ってきますというわけでね、はい、あとまた楽しみにしておいてください。というわけで皆さん、バイバイ。